私はこの文章を書いているけれども、透明人間のような存在だからあなたに会えるかはわからない。たとえすぐ近くにいたとしても、あなたの目には映らないかもしれない。だが私は言葉であなたを導いていくことができる。あなたはその言葉に寄り添うこともできるし、いつでもこの冒険の書を手放してあなただけの時間に戻ることもできる。幸運を祈る。ここ、バラがたくさん生えてるでしょ。バラは匂いがいいよね。ロマンティック。ねえ、バラの花束ってもらったことある？私はない。人生で一回はもらってみたいな。そういえば、昔、恋人からアジサイの花束をもらったことがあってさ。嬉しかったんだけど、花言葉知ってる？調べてびっくりしたよ。移り気だって。ちょっとドキッとした。でも花言葉っていろんな意味があるし、国によっても違うんだって。ねえ、ここってアメリカのバラだけじゃないんだね。ほら、いろんな国から来てる。でも国ってどうやって決まるの？えらいおばあちゃんで、みどりさんがいるからね、うん、お話あんた陽子さんも来い。お母さんの方が話上手です。皆さんね、笑ってニコニコして入ってくんないよ。嬉しそうに、だそれを見るのが嬉しい、ね、泣いて入ってくる人はいませんから。お客さんも握手して帰るもんね、うん、またママまた来るよねって、うん、役者役者、うん、そうするね、おばあちゃんの飲み若いよ、あんたあんたと握手してね、喜んで。いや、まあ、ここも好きになっちゃったの、まあ、ここも最近やりだしたんですけどね、大好きなの。それは、好きじゃなかったでしょ。お母さんの店だから、うん、もうね、もうすごい気に入っちゃってる。で、私またこういうお店がね、好きなの。儲けるっていうよりもね、皆さんが来てくれる、嬉しいの。あら、よく来てくれましたわね。で、それはもうね、ドキドキ。長生きすぎちゃうな。もしもし、あ、聞こえる？魔女なんだけど。あ、つまり私が海の魔女ってことなんだけど。どうせ魔女っておばあちゃんだと思ってたでしょ。困るんだよね、そういう古いステレオタイプ。だいたいもう年齢とか超越しちゃってるからさ、若いとか老いてるとか、まあどっちでもいいわけよ。それよりあんた呪いかかっちゃったでしょ。ごめん、私の呪い強すぎてまだ残ってたみたい。解く方法を教えるからさ、海の方に来てちょうだい。あ、別に急がなくていいよ。時間とかもどうでもいいし、何万年でも待ってるから。じゃあ後でね。まっちゃん、はい。
ご飯食べた？ん？ご飯食べた？あなたのことを教えてください。私はあなたのことを知りません。顔も、名前も、声も。好きな朝食のメニュー。つい言ってしまう口癖。大したことないはずなのに許せないでいる母親の言葉。美しいと思う景色。そういうたわいもないことを知りたいです。あなたは今どこにいますか？何を見ていますか？何に怒って、何に喜んでいますか？お返事、お待ちしています。1ミリだよ。何タバコ？タバコをもらいます。すごい。俺は一緒になりたいのいっぱいいたからじゃんけんさせたんだって。最後でパーで勝ったから相変わらずパーだった。昔の神様。あ、そう。あの人ね、すごいんだよ。ヨーロッパ旅行してね、次の女の人と結婚した。前の奥さんと別れた。前のおっかがタバコ買いに行くって3年前に出てったっきりなんだよ。え？タバコ買いに行くって言って3年前に出てって帰ってこねえんだよ。あれじゃ本当だってよ。それが分かったからに。そう。先輩がいいのがいたから。最高だ。1年だけ入った。じゃあごゆっくりね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お金もらったっけ？やっとそこに払ったじゃん。タバコありがとうございます。いや、まだそう。いや、大丈夫です。ありがとう。どうも。はい。一生で一番の家を建てたい。ありがとう、旅の人。しかし、我々の痛みや苦しみを想像することは難しいだろう。仕方のないことだ。我々は一括りにされる。一人一人に物語があったとしても、そのすべてが文字に記されるわけではない。あなたが手に入れられる情報は、せいぜい我々の数でしかない。それは忘却に抵抗することになるのだろうか。我々にはわからない。行き先はわからない。しかし世界のどこかの港にはたどり着けるだろう。あるいはまた別の物語へと導かれていく。おしまいでございます。じゃあ呪い解けたね。やった。もうこれで段差も楽々だよ。